はい、こんにちは。山形県の塩田養鯉場です。立派な池あるんですけど、お寺さんなんですけども、私の改修した池になります。で、ちょっと今まで今日3月の24かな、ろ過装回してなかったので、まあ今まで冬だったんですけど、ちょっとすごい濁ってるんで、今日ポンプの交換、今日ポンプ交換しに来たんですけども、ポンプの交換と、あと、まあ今日水回したので、これから水どんどんきれいになっていくと思うんですけども、まあ中には鯉もいるんですけども、あそこにちょっといるかな、いるんですけど、ちょっと今日青子がすごい湧いてるので、まあなかなか鯉は顔を出してくれないですね。今日ポンプ回して殺菌灯もつけたので、水は透明な綺麗な水になると思います。後ろにもろ過装を施工しまして、まあろ過装は約3トンないくらいのろ過装を設置しました。はい、片枠でコンクリートでね、作ったんですけど、中にはビニロックの露材ですね、アップ式と言われて、まあ、そこに檻がたまるんですけど、そこから水が上がってきて、ここから池に、まあ、上水のきれいなところだけが流れていきます。で、やっぱり縦にすることに意味があるので、細めのビニロック露材と粗めの、まあ、これビニロックって名前では正式ではないんですけども、まあ、粗めの露材が交互にサンドイッチされてます。で、サンドイッチすることによって、この粗めの方から水が上がってきます。で、この細めのビニロックの方なんですけども、このビニロックの方は、まあ、これで水をきれいにしよう、ゴミをキャッチしようっていうことじゃなくて、これをここに微生物を繁殖させて、この微生物の力によって水をきれいにしてもらうという作用のですね、考え方です。で、やっぱりこれろ過装でよく見るのが、まあ、間違った施工っていうか、間違った方法でビニロックを入れている方がよく多いです。これ横にしちゃって、敷き詰めてる方いるんですけども、それだと水の通りが悪くなって、一切それでは水がきれいになりません。これでゴミをキャッチしようっていう考えではなくて、ここに微生物を住まわせて、微生物の力によって、まあ、水のこういうふうな、今はもう汚れて、もちょっと薄い、抹茶色の薄い濁りあるんですけど、こういうのを、まあ、微生物に食べてもらって、きれいにしてもらう。で、食べたやつがどうなるかというと、まあ、分解されてヘドロに変わります。ヘドロに変わったものは、このろ過装の底に、まあ、30センチから40センチぐらいの、まあ、隙間っていうか、ね、空洞があるんですけど、そこにたまるようにできています。で、ろ過装は、まあこんな感じですね。ちょっと開けてみますか。一応2層にこんな感じですね。で、ここはまあ空洞というか、ここから水が下に一旦降りていって、ここからアップしていきます。で、アップすることによって水がきれいになるのと、あとここに、まあ真ん中に一応ろ過す、ちょっと設計上なんですけども、まあそうせざるを得なかったので、真ん中のところにカキ殻、これ中にちょっとカキ殻入ってるんですけども、カキ殻入ってます。で、あとこの上にビニロックの切り刻んだものを、まあ補助的なもので入れております。で、これ洗う時も簡単で、やっぱりあそこの新しいポンプの水を止めてもらったら、まあ、水の入ってる今の状態でこうクシュ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 と洗ってもらって、あとはここを本抜きっていうか、もう抜いてもらうと、ろ過装の水が一気に排水に流れていきます。で、排水に流れていくことによって、そこにあるヘドロも一緒に流れていきます。それで掃除が簡単というろ過装です。で、さっき言ったように、間違ったろ過装のやり方で、これを横にしてしまう人いるんですけども、横にしてしまうと、まあ洗えないですね。露材を洗えなくて、そこにある露材をもう取り出すことができない。上の露材だったらこう何枚か上げれるんですけども、下の方に なった露材はもう横だと洗うことができないです。縦だともうこうちょっと揺らしてあげただけで、
あの水に汚れがまず一旦移って、その水の汚れをあと排水するだけでろ過層がきれいに現れるシステムです。はい、まあ、こんな感じです。微生物の力を利用したろ過層になります。はい、こんな感じで、まあ、当店が作成したろ過層です。一応ね、コンクリートのアクが出るので、これはFRP でコーティングしてます。まあ、船とかにもよく使われている FRP なんですけれども、まあ、水にも強いので FRP でコーティングすることによって、まあ、コンクリートのアク抜きをすることなく、もうすぐ魚が買える状態になる池を作ることができます。まあ、これろ過層なんですけれども、実際は、まあ、あの鯉を飼う池としてもこんな感じで作ることは同じですね。はい、まあ、ろ過層になってますけども、まあ、これが幅が広くすれば、まあ、コンクリート池とかも応用して作ることは可能になります。はい、まあ、これが一応電気ですね。ろ過層とか配電ボックスつけてまして、殺菌灯なり、あとはここに電気を挿して、まあ、ろ過層を洗う時のポンプの電源に使用したりとか、まあ、重宝しますので、このろ過層の近くに設置した方がいいですね。はい、ここから池からがどんどん水が来ます。はい、で必ずろ過層には蓋は必要です。でないと日光の、あの日光が当たっちゃって、もうあの青緑がドロドロになっちゃうんで、あのろ過層にはこうやって蓋をしてください。で、あのやっぱりコンクリートとかあの重い蓋を作っちゃうと、洗う時にそのろ過層の蓋を洗うのが大変ですので、まあ、軽い片手でも持てるようなすのこをこうやって、まあ、作っていただいて、必ずろ過層には蓋が必要です。で、まあ、隙間はねちょっと空いてるんですけど、まあ、隙間ちょっと開けといた方がなんかいいような気がします。びっちりだとやっぱり蒸れちゃうので、まあ、水の蒸気で蒸れちゃって木が腐る原因になるので、隙間を開けてすのこ状にして、ください。はい、こんな感じでろ過層を設置しておりました。はい、まあ、当店であの池の製作なり、このろ過層の設置なりを受けたまわっておりますので、もし池作ってみたいよっていう方がいましたら、ぜひあのご一報ください。あの、まあ、自分で作るって方もあの設計とかあの身を見まねでしちゃうと、あの間違った池とかやっぱり水の流れを考えない池を作っちゃいますので、まあ、あの近くにね、あの知り合いの鯉屋さんとかあの詳しい方いるんでしたら、そういう人の知識を得て作るようにしてみてください。でないと、あの自分のね想像だけで作っちゃうと、間違って後であの下のコンクリートを壊さないと、またあの水の流れ考えてない池作っちゃったよっていう人結構いますんでね。はい、必ずあの詳しい人に相談してください。まあ、鯉屋さんとかでしたら詳しいですので、はい、あと、まあ、造園屋さんとかもね詳しい人はいるんですけども、やっぱり池作ったことない造園屋さんとかもいますので、まあ、そういった方ですと、もう身を見まねで作っちゃうので、やっぱりあの鯉を飼う池じゃなくなっちゃうんですね。もちろんあの造園屋さんでも池に詳しくてあの池得意な方もいっぱいいますので、まあ、そういう方でしたら大丈夫だと思いますけども、あの錦鯉の飼われている方でそういった造園に携わっている方でしたら作れると思いますので、皆さんも相談しながらあの池は作ってみてください。滝はあるといいですよね。やっぱりマイナスイオン効果も発揮できますんで。今日ちょっとポンプ新しくあの交換したので、まあ新しいポンプここについてるんですけど、まあ、ここら辺はまあ有り余せの材料っていうか、まあ簡単に作ったものなんで、見栄えはあんまりいまいちかなと思うんですけど、まあ有り余せの材料なんで、あと、まあ、ポンプここに置くと、まあ一番水の取り入れからも近いですし、まああと送ってやるにも、まあ、そんなにここからでしたら、なんだろうな、8メーター、10メーターぐらいあるかな、10メーターぐらいのろ過層に、まあ、水を送ってるわけですけど、まあ、距離的にもそんなに遠くないですし、
まあ、ちょうどいいこのポンプを設置しました。ちょっとここにポンプあるとやっぱり、庭の景観が少し崩れるかなと思うので、何かここに植木鉢とか置いて、まあ、ポンプを隠すような、まあヤメとかのプランターを置いてもいいですしね、なんか隠れるようなあのことをしてもらってもいいと思います。これはまああのお客さんでしていただく必要あるますけど、何かプランターなり自分の好きな植物を置いてもらってこのポンプを隠すという方法もございます。まあそのすぐあの水も透明になってくると思いますので、今日はもう設置したばっかりなのでとりあえずこれで終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方はグッドボタンをお願いします。またあのチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日はこれで今日のお仕事終わりです。はい。